川敦彦くんがですね、まあ、相変わらず絡んできててですね、で僕に黒川くんから逃げてるわけじゃないので、ここは皆さんお間違いのないようにと。で逃げてるのは黒川くんの嫁さんですよね。どうも結婚したようで、小山真紀というですね、これ現職の市議会議員なんですよ、埼玉県の朝霞市のね。でこの小山真紀が黒川くんに生活費を渡してるところはっきり言ってるわけですね。で黒川くんは自分が収入を得るとですね、全部1億円の債権者がいますから、その人に持っていかれるということで、まあ、富山真紀の紐状態なんですね。でも資金源を断つのは一番話が早いので、この富山真紀さんというですね市議会議員をこれから徹底的に、まあ、落選運動していこうということです。でじゃあ富山真紀は何したのかって言ったら、これは現在起訴猶予中の身分でありまして、黒川敦彦と一緒にですね、政治資金規正法違反の何条かちょっと忘れましたけども、まあ、報告しなければいけない政治資金の報告をですね、数年間やっていなかったということで、先週起訴猶予処分というのが東京地検の方から下されております。起訴が猶予されているというだけで、これは無罪になっているわけではありませんので、他に何かすれば合わせて起訴されるというものでございます。で、今年12月がですね、朝霞市の選挙になりますので、この富山真紀、黒川くんの奥さんである、どうも奥さんのようなんですよね、内縁の妻なのか、まあ、奥さんです。で、まあ、ここをですね徹底的に攻めるとですね、まあ黒川くん、まあ、焦り出しておりますね。僕は別に黒川くんとの対談を無視したんじゃなくて、時系列で言うと4月の16、17日かな、選挙中に、八王子の駅でですね、伝えたわけですね。選挙中はもうやめてくれと、4月の24日かな、選挙終わったら話するって言ってるのに、選挙中も何度も妨害行為を繰り返して、今これ黒川敦彦および他5人ですね、全部で5人に対して、警視庁の方に刑事告訴をしております。選挙の自由妨害罪というのをやっています。まあ、このように黒川君に対しては私が被害者で、彼加害者なので、警察の方から会うなと言われているんですよ。その原因作ってるのは黒川君の方なんでね、それはそういうこと、別に逃げてるわけじゃないです。だから彼がツイッター上でなんか 1.3 億どこやったんだって言うと、 1.3 億僕が党から借りたのは、党を作る前に個人的に借りてるから、その党から借りて僕が個人的に借りてるお金を貸してくれた人に返してる、もうめちゃくちゃ簡単、何回言っても分からないし、頭悪いから同じ質問ばっかり繰り返してくるわけですよね。でそれで逃げてるって言うんですけど、これまあ富山真紀というね、現職の議員が翼の党1人だけいるんですよ。ちなみに翼の党で3人当選してるんですが、座間市で当選した子もすぐ辞めてます。で野田市で当選した子もすぐ辞めてるんですよ。もうね、続かないんですよね。で唯一翼の党の現職議員が黒川敦彦の奥さんで、まあ最近影を潜めてますけども、富山真紀という人物なんです。今彼女も起訴猶予処分中と、まあ、政治資金規正法はこれ有罪になると直ちに公民権を失いますので、ひょっとしたら選挙立候補すらできず、現在の職も失職するかもしれませんが、12月の選挙ですね、これはもう絶対通しちゃいけないということで、落選運動をですねこれからしていこうと思っています。まあ、落選運動といってもチラシを巻くような程度です。朝霞市の市民の皆さんにですね、富山真紀は政治資金法違反で、現在起訴猶予中ですよというチラシを巻くだけのことですね。旦那と一緒に選挙の妨害をしていると、でこの旦那もですね、起訴猶予処分中というようなところを出してビラを配るだけということでございますので、とにかく富山真紀ですね、しっかりと落選運動していくということで、皆さんご協力をお願いいたします。 NHK をぶっ壊